放射性の医薬品で治療を行う核医学の学会に、天皇陛下が英語でビデオメッセージを寄せられました。I expect that this field in medicine will spread more widely throughout the world, thus leading to the improvement in people's health. 天皇陛下は京都市で開催された第13回世界核医学会の開会式に英語でビデオメッセージを寄せられました核医学は放射性の医薬品を用いて臓器の診断や治療を行う医療分野でアルツハイマー病の診断やがんの治療などに役立っています48年前初めての世界核医学会も日本で開催され 当時、皇太子と皇太子妃だった上皇ご夫妻が開会式に出席されました。